泣いていたんだろう。彼からの電話待ち続けて、テーブルの向こうで君は笑うけど、瞳縁取る悲しみの影。息が詰まるほど人波に押されて、揺るげ電車でアパートへ帰る。ただ週末のわずかな枯れ子の時を綱に合わせて、君は生きてる。もう彼のことは忘れてしまえよ。まだ君は若く、その頬の涙乾かせる誰かがこの街のどこかとってほしい。